はい、どうもご視聴ありがとうございます。マシトピア EX、 じゃあ続きからやっていきましょう。あの500体ね倒したやつはすげえ気になるんだけど、とりあえずまあ続けていきましょうね。ストーリーが見れるんだったらなるべく先にストーリーを進めたい。500体倒すのは先が長すぎる。よし、それじゃあ解放可能になってるストーリー、まずストーリーから見ていきましょうね。はい、26体撃破、だいぶもう俺最後のやつまで見れんじゃないか。もうシナリオ閲覧します。17ダッシュダッシュになってんのかな、さっきも16ダッシュダッシュになってたしね。でここがまあザサの中というか、なんかこの服装で歩くこのちゃんも懐かしいね。お母さんは僕の中にいるはずなんだ、見つからない。本当のお母さん、お母さんは自分から誰かを傷つけるなんてできない人だよ。優しい人なんだ、本当は優しくて温かい人。まあ、本当のヌンちゃんっていうと本当に一番最初のループのヌンちゃんだからな、だいぶ昔だな。だから僕はお母さんの憤りを解消するために生まれたんだ。彼女の慰めのための存在、彼女が現実で叶わなかった無念を留飲を下げるためだけに生まれた存在。もう留飲なんて溜まりすぎてすごいことになってるだろ、ヌンちゃん。彼女が無意識に忌避していた感情、怒りに押しつぶされそうになりながらも本当は嫌いだった感情、それが僕なんだ。お母さんは本当は復讐なんて望んでいないんだ。そうなの？本当に？少なくともキノコに対してぐらいは復讐望んでないのか？でもそれじゃあお母さんがかわいそうだろ？だから僕がいるはずだった。僕は一つの感情だけを持っていた、それ以外は空っぽだった。その空っぽにいろんなものが飛び込んできた、好奇心だった。その空っぽに何が入るのか、楽しいこと、切ないこと、誰かを大切に思うこと。僕は生きるのが楽しかった、誰かと触れ合うのは本当に楽しかった。僕は何も知らなかった、外の世界にはこんなに楽しいこと、心を弾ませることがあるなんて。幸せだった、だからお母さんのことを忘れてしまった。まあしょうがないよね。お母さんは僕に命令なんてしていない、ただ悲しそうにしているだけだった。それは辛いな。悲しそうに僕を見つめている雰囲気が感じられるだけだった。僕はだんだん申し訳ない気持ちでいっぱいになっていく。お母さんが悲しむほどにお母さんは薄れていく。僕は苦しかった。僕が楽しく生きることはお母さんを苦しめることなんだ。これさ、ヌンちゃんが幸せになる道はもうないのですか？無理ですか？罪悪感に押しつぶされそうな心は二つに分かれた。もう一つの心、僕はお母さんを演じた。不甲斐ない僕を叱責するために、知ったか、叱咤するために、お母さんに許してもらえるように僕を罰した。でもお母さんはどんどんいなくなっていく。もう彼女を感じることができない。もうお母さんは僕の中にいないんだ。僕が自分勝手だからお母さんは消えてしまった。もう何もかもわからなくなった。僕は僕を罰する、何も知らないふりをする僕を。この苦しみの中にいる時だけ、自分を罰している時だけ僕は安心できる。僕は存在していていいんだと感じられる。ごめん、僕はもうただの衝動なんだ。僕は会いたいよ、本当のあなたに。本当のあなた、本当のあなた、え、ぬん、どっち、ぬん、え、ザサ、ぬんちゃん、ぬんちゃんか。本当のお母さんってことか。どうして？ぬんちゃんだな、ぬんちゃんだな。どうして、どうして私だけ、どうして。私は何も悪いことしてないのに、ほんまあのキノコ野郎のせいで。どうして、どうして。ごめんね、ごめんね、ぬんちゃん。あなたは深く傷、あなたを深く深く傷つけてしまった。私はいろんなことから逃げてあなたを忘れた。楽になる道ばかり選んできた。自分のことばかり考えてあなたを踏みにじりながら、あの墓に眠ってるあいつをぶん殴って聞こうようぜ、みんなで。私に手を差し伸べてくれたのはあなただったのに、私をずっと守ってくれたのはあなただったのに。新しい絵だ。私を救ってくれたのは、あ、生えてる、ここにクソキノコが生えてる、あなただったのに。そうか、その状況で、そうだね、4週目かな。私のわがままで踏みにじってしまった。あなたの気持ちを知りもしなかった。ごめんね、もう逃げないから。だからぬんちゃん、今は何もかも忘れて眠っていいんだよ。これはあなたの悪い夢だから。悪夢すぎるだろう。悪夢すぎるよ。
おやすみお母さん。とりあえずはまあ安らかになってくれぬんちゃん。すごいかわいそうだけど、私はもう人とは関わりたくないって思ってたんだ。お母さんに否定されて何もかも嫌になってたんだと思う。でも君を見ていたら、ザサはコヌと同じだって分かった。だから君と関わってみたいって思った。君がずっと抱えていること、私の過ちとヌンちゃんの苦悩、私が目を背けていたことに君はずっと悩み続けていたんだね。一人にしてごめんね。もうあとはお姉ちゃんに任せて。あ、いいね、お姉ちゃんって。君の悩みは私が何とかするから。どうやってでも解決すんのよ、もう。だからもう泣かないで、ザサ。でもちょっと兆しは見えてきたな、絶望から抜け出せる。ちょっとあまりにちょっとヌンちゃんが不憫すぎて、殺意ヌンちゃんの末路が不憫すぎて、もう何も言えねえ。うん、しかも助からない可能性が大だからな、殺意ヌンちゃんは。もはや、うん、ここは確かお姉ちゃんに人形をもらって、それでお母さん、お母さんの声が聞こえない、どこかに行っちゃったみたいだ。なんだろう、解放感を感じる。でもひどく悲しいな、寂しいみたいな状況かな。 お姉ちゃんはどこ、会いたいな、探しに行こう。だるー、うん、あ、クローンコヌちゃんかもうこのクローンさんだったら休んでもいいんですよ、まだ病み上がりなんですから。あ、でも生きて、あ、そっかそっか、その世界はもうなくなったんだ、死んだとかいう世界は。お互い様にね。いやー、でも吹っ飛ばされて研究所の地下に落ちた時は死を覚悟したけど、あ、でもどうなんだ、どうなんだこれは。地下がキノコだらけで助かったね。廃棄された実験体の体から生えた巨大キノコのなり損ないだったみたいです。闇が深い話だね。本当にこれから大丈夫なんでしょうか。何が、いくら憎悪の記憶が消されたからといって彼女は。さあ、女王がいる限りは大丈夫じゃないかな。二人とも不安定だけど一緒にいるなら多分大丈夫。そうなんでしょうか。おっと、そんな思い悩む時間が無駄ですよ。どうせ狂った世界なんですから。飴食べます。飴この世界に飴があるのか。あれはクローンの人たちか。ここにもお姉ちゃんはいないね。もうややこしいよな、クローンコヌ、クローンヌン、クローンザサ、もう全部いるんだもん。殺意ヌンさん、ちょっと交通整理できてますか。ああ、この先死にますって書かれてる。それはあかんな。なんかこう、嫌な色のしたキノコがおりますよ。むずい、タバコ吸ってるキノコ。あ、何台か通しちゃってる。この先巨大キノコを除去した大穴があるんですよ。グググ、ギギギ、向いてないこの仕事。まあ私もそう思います。何もかも元通りになったけど、キノコの社会はどんどん複雑になっていきますね。私たちはこの複雑さについていけるんでしょうか。私たちは別に功労者ってことで特権を利用して働かなくても良いんですが、殺意ヌンさんは熱心です。私だけダラダラしにくいじゃないですか。殺意ヌンちゃんは偉いな。いや、でも向いてないんだけどな。君はやりたいことをすればいいよ。私はやりたいことがないし、私と関わってくれる人たちやその世界を守りたいだけ。え、これ誰のセリフだこれは。人とつながるには自分から踏み出す必要があるって学んだから、それだけだよ、木若くん。え、誰マジで。え、誰のセリフ。そうですか。え、さっちゃん違うよね。そうですか。ん、今の誰が喋ったんだ。そう、さっちゃんすげえ流暢に喋れるじゃんってなっちゃうじゃん。ギギギ、向いてないこの仕事。いや、こいつじゃねえな。あ、ザサ、でもザサでもないのか。ここにもいない。どこに行っちゃったんだろう。今のセリフ誰だったんだろう。あれ、ヌンちゃん、クロンヌンちゃんか。ここにもいないか。もうわけわからんザサさん、ん、コヌちゃんは地下で研究してます、行ってあげてください。あ、コヌちゃんありがとう。お母さんクローンさん、お母さんクローンさん。ザサさん、記憶の方は大丈夫ですか。最近のことは何も思い出せないけど特に問題ないみたい。オリジナルのヌン様のことは、お母さんのこと、うん、お母さん自体のことは覚えてるけど僕の中でうまく感じられないんだ。なんだかすごい遠い過去のようになってきて悲しいよ。彼女は、うん、あなたはこの世界に復讐したいと考えていますか。復讐やらないよ。そんなことはお母さんも望んでないしね。そうですか、呼び止めてしまってごめんなさい。まあちょっとヌンちゃんの真意は分かりませんが、うん、じゃあね、お母さんクローンさん。ザサが幸せそうならそれで。ザサさん、本当はこの子を、私たちの家族をこんなにしたあなたを責めたかった。私たちの家族、あー、このヌオンのこと言ってんのかな、ヌオンのこと言ってんのかな。
ダサさんは純粋無垢な子供だった、痛みしか知らない子供だった、分かっている、もうそんなことはしないとも。悔しさはいろいろある、コノちゃんが心を開いたのもあなただった。でも恨みつらみはここまでにするべきかもしれないね。もうこれ以上の重荷はあの子たちにはいらないんだ。そうだよねコノちゃん、いってらっしゃい。あー転送装置、転送じゃない、タイムマシン。あれ眼差し、眼差しおるし大和もおるで。これでタイムマシンの修正も終わりだ。少しシートも広くしたから2人までなら大丈夫だ。でもこれ日本物じゃないのかな。あ、どっか行くの、タイムマシンの修正してコヌちゃんと私でどっか行くのか。これ誰だっけ、さすがに俺も覚えてないよ、奉仕人間の。このモブ奉仕人間なんでわざわざここに出てきてんだろう。賢いのかな、ブラウンかもしかしてお前。2人までなら大丈夫だ、ご苦労様だよ。正直君がタイムマシン設計者の記憶を消去ではなく隔離していなければここまではできなかったけどな。あ、消去はしてないんだね、ブラウンの。データをゴミ箱に入れたまま完全削除していなかっただけだよ。ま、まあそれはいいとして、ていうか記憶データでそんな感じなんだもん。時間旅行で向かう先は設定以上に搭乗者の因果に極端に影響を受けるようにできているようだ。だからザサはずっとあのループしてたんだね。これはタイムマシンの設定というよりこの世界での法則のようなものだった。で、コノちゃん、違う、ヌンちゃんもキノコさんに捕まるところまでしかループできなかったのもそれが原因かな。なぜそんなことになってるかはさっぱりだが、何か特殊な力が作用しているらしい。なのでその力を振り切るためのエネルギーを生み出して目的地の近似地に近づくまで何度も跳躍を繰り返す。こっちには莫大な量のエネルギーがあるからね、跳躍からの搭乗者の保護に関してもそのエネルギーを使って。全然わからないけど要は治ったってことだね。豆腐って書いてない、ここ卵、卵、ゴーヤ、豆腐って書いてない、なんかチャンプル作ろうとしてないこいつ。うまいって書いてない、ここ気のせいかな。あ、あ、でも本当に行くのか。うん、この世界が消えると、この世界を守ると言っていた私が皆が消えちゃうかもしれないのに過去を変えるなんて本当にわがままで無責任なことだと思う。でもいいさ、それに君が過去を変えたとしてこの世界が消えるかどうかも正直わからんからな。残り続けるって気はするけどな、平行世界はそれはそれとして残り続けるっていうイメージだけど。ていうか眼差しちゃん、これ 何してんのこれ、ヘルメット。別にこの世界のしがらみを君が背負う必要もない。正直言えばこれに乗る責任だって君にはないぞ。もう俺は君には何も背負ってほしくないんだ。せっかくこの世界で平穏に暮らせるかもしれないんだ。ちょっと娘とね、なんか重ねちゃってるよね。すげえタコ足配線だなこれ。ここにコンセントあんだからここ使えばいいのに、電力わざわざ持ってきとる上から。ただ君が元気に暮らせるだけで、お、俺は。そのセリフ、クローンの、うん、お母さんも言ってたよ、行かないでって。でもどうしても私がやらなくちゃいけないんだ。何するんだろう、ヌンちゃんが待ってるから。そうか、私はもう子供じゃないよ博士、本当に取らなきゃいけない責任は取らなきゃ。でも博士、ん、あー、ミサンガちゃん、私をずっと心配してくれてありがとう。これ普通にプレイしてた人わけわかんないような、この子誰ってなりそう。今度はもう行くよ、またね博士。あ、あ、そうだな、また会おう、いつかどこかで。それじゃあ剣坊行こう。俺はついていきますよ。剣坊一緒に行ってくれないの。あ、せっかく二人乗りできるようにしたのに。向こうの世界でも会える。でも剣坊、あー、俺なんで、俺は行きたい、俺は行きたいのに。俺じゃない、剣坊が勝手に動いた。お姉ちゃんいた。あ、ザサが行くのもしかして。じゃあ俺はどくべきだね。ザサなんでここに。ん、みんなには内緒にしてって言ったのに。ん、急に時間が。お母さんクローンが教えてくれたよ。ねえお姉ちゃん、もしかして過去を買いに行くの。そうだよ、ヌンちゃんを救わないと、彼女はずっと苦しんでる。彼女が幸せになれる世界になるように歴史をねじ曲げる。このはまたひどいことをしに行くの。あのキノコをぶっ潰してくれ、最初の段階で研究される前に。僕も行くよ、だってこのまま行っちゃったらもう会えないもん。でもこれはコノの。あー違うよ、僕だってお母さんの子供なんだ、僕もやらなくちゃ。お姉ちゃんは僕一人に抱え込むなって教えてくれたよ。抱え込むほど悪いことになっていく、そうだったよね。だからもうやめよう。ザサ、あれ、いつお姉ちゃんにそんなこと言われたんだっけ。まあいいや、とにかく僕たちはまだ出会ったばっかりなのにお別れなんて寂しいよ。絶対ついてく、怒ったってついていくもん。まったく仕方のない妹だな。
一緒にお母さんに会いに行こうか。ザサ、うん、お母さんって呼ばないであげて、できれば最初に会った時は。私まだ10代なんですけど、10歳なんですけどって。すごい、なんか宇宙旅行みたいな感じだもん。あ、これがタイトル画面か。一番さ、タイトル画面の絵だよな、これ。タイトル回収じゃないけど、あ、え、そんな感じでタイムスリップすんの、キラーンって。あー、え、じゃあここからどうなんの、ここで終わりか、マシュリ、マシュトピア EX としては。ほのちゃんたちはどうなっちゃうの。本当のエンディングっぽさあるもんだって。 このちゃんがまなざしちゃんに見えた。かわいい、なんか持ってるアイスクリームかな、これ。現代にワープして、あ、木輪か、木輪か。すごい短いスカートみたいなの履いてるので。どの時点に戻るんだろう。やっぱり一番最初だよな、戻るとしたら。で、もしかしたらコヌちゃんとかザサが、そのヌンちゃんがそもそもキノコにね、捕らえられないルートに進んだ世界が妖怪変幻とかの世界なのかな。あの世界のヌンちゃん普通に団子屋で働いてたもんね、何事もなかったかのように。あ、アンズちゃんだ。アンズちゃんと所長かな、これ。所長じゃねえな、これ。こんな研究員でいたっけ、こんなの。あ、研究員かな、本当に。キノコさんを研究してた時の。そうしたら時系列的には話は通じるもんな。あら、かわいい。ちっちゃい。何よりもここまで遊んでいただいたあなたに感謝します。いや、ありがとうございます。なんかパネル、そういう観光地のパネルに急に来た子供みたい。サイズが合ってない、俺のサイズが。もっとでかくなんなきゃ、大きくなって帰ってくるよ。わー、じゃあどうなっちゃうんだろう、この先どうなっちゃうの、過去に戻って。やっぱりジャングルに行ってキノコさんの胞子を根絶やしにしとかないとダメだ、一番最初に。復讐は望まないってヌンちゃん言ってたらしいけど、俺は復讐をしたいから。シナリオ解放ボーナスやった。あ、よし、ガチャを解放しました。ストーリーに後書きを追加しました。これかな、とりあえず。じゃあコヌとザサと四角四角のビデオを見る。じゃあこれ見てみようかな。でいいのかな、ループを15回以上する。うん、違うな、順序的にはこれがあって、うん、うん、どういうことだ。後書きプラスアルファを見る、コヌとザサのビデオを見る。 なんでこれは見れるのにこれ見れないんだ。ループ15回以上で、ループは全然15回してないから。じゃあまあそれはしょうがないとして、こっちだな。じゃあ先に見れる方から見る、順番に見た方が素敵かな。まあいいや、見ちゃおう。よし、じゃあ見てみよう。だから多分これコヌとザサとヌンちゃんのビデオかな、もしかして。うまくいったのかな。いや、ワープした先か、いや、ワープしてる最中か、わからない。今の時間を確認してみる。ダメだ、マシンの電源が入らないよ。故障、多分直すのは僕たちだけじゃ無理かも。やはり長すぎる時間を飛ぶのは何が起こるかわからないね。やっぱりこうなるんだ、母。まだ失敗したとは限らないよ。とりあえず外に出てみようか。さあ、どうなってる。うん、気をつけて、外は日が出ているかもしれない。確かにこの子たちにとっちゃ生きづらい時代だよ。いつだ、いてて、夕方、日が落ち始めてる。大丈夫みたいだね。うわ、なんだここ、これが過去みたいだね。でも時間がわからないと、これで成功したのかわからない。未来に来ちゃったかもみたいなね。あ、よかった、人形は無事だった。かわいい。だいぶ中でミックスされたから、あ、ウェウェウェって。これからどうしようか。ザサ、おえー、ゲロゲロゲロ。ん、なんかいる、ヌンちゃんでもいる。ちょっとだけ戻りすぎちゃったけど成功だよ、お姉ちゃん。うん、
キノコを求めに来た研究者とかいたりするかな。いやでも結構日本っぽいな。うわーすごいのんき。あーちっちゃいぬんちゃんだ。ちっちゃいぬんちゃんだ。お姉ちゃんたち誰？お母さん。僕たちは怪しいものじゃありませんよ。俺はお前だ。怪しいよザサ。ごめんねうるさかった。ちょっとお姉ちゃん、ちょっとお姉さんたちは学校のお仕事で宿題を作ってたところだったんだ。学校のお仕事で宿題を作ってた。学校で働いてるの？あの子は何？あれは自由研究。うん自由研究だよ。うーん、こぬちゃん、こぬちゃん精一杯伝わる言葉を持ってたね。ところで君はこんなところで何してるの？お母さんは？さっきまで友達と遊んでたけどみんな帰っちゃった。お母さん向こうでみんなと話してる。悲しい。この子があんなひどい目に。あ、お人形さん。え、ははは、そうだよお人形さんだよ。ヌムも持ってるよ。だからお姉ちゃんたち遊ぼう。よかった。え、でもお姉ちゃん遊ぼうよ。こんな機会めったにないんだからさ。そうか、そうだね。よし、私もお人形持ってるよ。混ぜて。かわいい。食べちゃうぞ。遊び方が。お姉ちゃんこういうのは照れちゃダメだよ。あははは、顔真っ赤になっとる。うー、違うの、違うの。え、ごめん。どうしたいの？二人はヌンの子供。私がヌンお母さんだよ。そうだよね、ヌンお母さん。うん、ヌンお母さん、私たちはお母さんの子供だよ。よしよし、いい子だね。ご飯を食べたらお風呂入りちゃって、入っちゃいなさい。はい、へへへ。ねえ、ぬお母さん。私たちって、ぬお母さんになんて呼ばれてるのかな？ん、なんて？お名前だよ、この人形たちの。そうだね、僕も聞きたいな。名前、あ、そうだ。あなたがよりちゃん、よりちゃん。それでね、あなたがはるちゃん。ああ、ぬんちゃんに名前つけてもらえたんだ。だから自分たちで名前つけてたのに。ぬんちゃんの妹のだった名前。妹のだった？お母さんが連れてきてはくれなかったけど、ああ、そうなんだ。そうなんだ。ダメ？わ、素敵な名前だね、はる。ほんとだね、よりお姉ちゃん。え、ちょっとなんかさ、関係あるかわかんないんだけどさ、あまねくろで出てきたハルバっていたけど、ザサとちょっと髪型似てたなって思って、嫌な予感も少しだけするんだけど、関係ないよね。さあご飯食べて、お母さん特製シチューだよ。よし、いただきます。パクパクパク。キノコ嫌い。こら、ハルちゃん好き嫌いダメでしょ。ごめんなさいお母さん、テヘペロ。テヘペロって何ってなりそう。私は何でも食べるよ、パクパクパク。ほら、よりお姉ちゃんを見習いなさい。あははは。ふふふ。お父さんはいつ帰ってくるのかな？今日も遅いのかな？あー、よかったね。お母さん、ことお母さんって呼べて。すごいよかった。あー。ぬんちゃんを守らないとね。でも、どういう状況？ザサがなんか悪いことしたな。とりあえずでもこの2人には現代というか、ぬんちゃんの生きた世界を楽しんでほしいな。太陽が辛いだろうけど。あー、でも犬と遊んでる。これは眠ってんのかな。どっかお家に住めてるといいけど。あら、お母さん、お母さん、
お父さんがあのキノコって認めたくないけど、お母さんプレイニスソークリックもうわけわけ、陣営根拳の、あ、キノコタケノコのやつかループ回数3か、だから15回するって大変だな、こっから到達レベル、はい、あ、到達レベルも一応表示されるのか、なんかある程度いったらまたありそうだな、ありがとう、またね、まだまだあるよ、まだまだあるよ、なんかもうさ、戻った先も知りたいって言ったけど、もっと知りたいなってなるね。長い長い旅路の果て、漆黒に覆われた世界の果てで、私たちはずっと光を追い求めている。こんな絶望と虚無の世界に一縷の光を、どこからか始まってしまった重荷の渡し合い、その荷をどこかで下ろさなければいけないんだよ。それは確実にヌンちゃんの希望、光、それだけが私の、うん、私たちの願いなんだ。その光に焼かれても構わない。私たちはもう一度ヌンちゃんの笑顔が見たいんだ。ん？ああ、戻ってきた。じゃあループ不穏すぎませんこれ正直これ不穏すぎない、なんか。はい、ということで、ひとまずストーリー自体はあの区切りなのかな。じゃあ次回、まあこの後書きを見つつ、ループ15回以上だったり500体以上倒した時の、まあ、話を見ていきましょう。で、 あと工場のちょっとセリフとかも聞いていきたいね。もしかしたらちょうどヌンちゃんとかザサを送り届けた後の話が聞けるかもしれないから。はい、ということで、じゃあひとまずご視聴ありがとうございました。